お疲れ様です。億万長者合宿シリーズでございます。今回はね、生活保護を稼がすプロということでお伝えしようかと思います。あの、今までね、の生活保護の方で何とか稼ぎたいんでよっていう方に、あの、いくつかね、稼ぎ方を指南してきて儲けていただきました。まあ、だいたい10万円前後稼げるようになったら、まあ、あとはあなたの選択でってことにさせていただいてるんですけども、まあ、その一つがね、あの、母子家庭で40代の女性に、え中学生ぐらいの お嬢さんがいたのかな。まあ、毎朝毎朝、あそのお子さんのためにお弁当を作ってるぐらいしか脳がないですよって言ったんです、そのお弁当をビジネスにしましょうって言って、1個500円の弁当をね、近所の方に作ってあげたらみたいなところからね、あのー、結局はオードブルまで作るようになって、だいたい十数万ぐらいの売り上げになったところで、えー、まあ、お疲れ様っていう感じで、一定のね、えー、ピリオド打ったわけなんですけども、そういった方とか、あとね、 えっと、ワンパク空手教室ですか。ワンパク空手教室。40年以上仕事らしい仕事をしたことがないよっていう方。これも生活動向の65歳の方だったんですけども、毎朝公園で、えー、空手のね、道着を着て、しかも空手の道着は私が送りました。空手の道着を着て、張り紙で、えー、お子さんのワンパク空手教室、一回500円みたいなことをやってね、貼っといたらって言ってで、そこでラジオ体操してもらってたんですよ。 そうすると生徒さんが結局10人ぐらいまでになったのかなだから毎月5,000円稼げるようになったみたいなところですよねまあその辺りで、えー、その教室は私もねちょっと園を遠くなったんですけどもまあでもね、あのー、そういうことができるってことなんですよ大体そこには1,000円の壁っていうのがあるのかなと思いますで今回もね生活保護の方にちょっとねみんなの銀行っていうのをおすすめして早速1,000円入金があったみたいですね うん、だからその1000円が稼げるようになると、これは、それを乾きに1万円に向かっていって10万円に向かうと私は思いますね。で、100万円に向かって1000万円に向かって1億に向かうみたいな。まあ残念ながらまだ1億円を作ったことは私ないんですけどもね。生活保護の方が1億円稼ぎましたっていう実例を私の力で作ったことはないんですけども、まああり得ない話ではないと思います。というのが1000円稼げればもう100万円も稼げるわけなんですよ。ね。だ,だけども、 もうその1000円を稼ぐっていう第一歩を軽んじてやらない人は今日も0円なんですよね。まあそれぐらいの差じゃないかなと思います。まあその中には吉田さんも言われてたように解釈をどうするかなんですよ。生活保護の俺が稼げるわけがない。もしくは生活保護で稼いでもどうせ取られちゃうっていうふうに解釈をみんながするような解釈を自分も選択するのか。それともね、そうじゃないんだと。生活保護でもしかして本当に億万長者になったら あの他のの生活保護の人もも億万長者に引きき上げげてあるることができるかもしれないじゃあ自分自身の人生をストーリーとして取り組んでみようかなっていう風なねこんなこともできるわけですよまあ私の例で言えば麻雀店の赤字経営者が、まあ、今みたいになりましたってことですからね私10年前は赤字の麻雀店やってましたからね、まあ、こんなね家なんてなかったわけですよ家族もなかったわけですよ10年間ってのは本当に人生をね見違えさせるには十分な時間だと思います 逆に言うと、10年間で転落することもあり得ますんで、油断しちゃいけないですよね。それじゃあ。